ナンバーアンダーラインアイサマソニーで新境地評論家も唸った唯一無二のパフォーマンスを徹底解説評論家伏見春が徹底解説先日国内最大級の都市型音楽イベントサマーソニックに出演し注目を集めたナンバーアンダーラインアイアイドルを出自とする彼らがヒップホップのアーティストとして進化を遂げていくよう追ってきた批評家の伏見春さんは 17日に千葉で開催されたサマーソニックでのパフォーマンスを目の当たりにして、今の彼らにしか生み出せない文化が確実にあると感じたという。スピッツロン分裂するポップミュージックの著者で、国内外の幅広い音楽の動向を分かりやすく伝える YouTube チャンネル、テケシュン音楽情報のシュンとしても活動する伏見シュンさんに、当日のステージの様子とともに、ナンバーアンダーライン愛にしか生み出せないものについてつづってもらった。ナンバーアンダーライン愛は、 アイドルとしてのルーツを持ちながらも、音楽的にはヒップホップの世界に果敢に挑んでいる。その進化は、アイドルの枠を超えた存在として、彼らのパフォーマンスを見守るファンや音楽関係者たちに深い印象を与え続けている。サマーソニック2024での彼らのパフォーマンスは、その集大成ともいえるもので、特にヒップホップの影響が色濃く反映されたステージングが印象的だった。当日の暑さは過酷だったが、 その熱気を上回るエネルギーでナンバーアンダーライン愛は舞台に立った。彼らが最初に披露した「強盗はデビュー曲でありながらも、そのビート感覚は新鮮で、観客を強く引きつけるものであった。特に、急に給付が入る瞬間には観客の心拍数が高まり、その動きと音楽が完璧に融合していた。次に披露された「スクエアワンは、MC 兼プロデューサーのパンピーによる楽曲で、 力強いビートと 3MC の掛け合いが圧巻だった。特に平野翔の低音フローはより一層深みを増し、彼の存在感が舞台全体を支配していた。そのフローの重みと身体の動きが一体となって、ヒップホップのラッパーとしての姿を強烈に打ち出していた。岸優太がプロデュースしたノーイエスは、80年代のシンセサウンドを取り入れたもので、夏の爽やかさと切なさが共存する楽曲だ。 この曲は、観客との一体感を生み出し、彼らがアイドルとしての役割も忘れていないことを感じさせた。特にガン・ユータの表情の変化は印象的で、厳しい目つきから一転してくしゃっとした笑顔に変わる瞬間は、観客にとっても大きな魅力だった。さらに、神宮寺ユータの MC では、彼が千葉出身であり、幼少期からマリンスタジアムに親しんでいたことが語られた。その思い入れの強さが、 彼のパフォーマンスにさらに情熱を与え、彼がこの場所で成功を収めたいという強い願いが感じられた。続いて披露された、バナナ・テイク・イット・レイジーは、リラックスしたレゲエのリズムに乗せられた楽曲でありながら、その裏に潜むエロティックな要素が観客の興味を引きつけた。そして、ブロー・ユア・カバーでは、その官能的な側面がさらに強調され、RB の円やかさが前面に出た。 ナンバーアンダーライン愛のセクシャルな表現は、彼らの音楽における RB の影響を如実に示しており、観客はその世界に引き込まれていった。そして、ライブのハイライトの一つとなったのが、藤井から強盗への流れだ。特に、藤井では、神宮寺のアグレッシブなバースが観客を圧倒し、平野の低音、騎士の高音といった3人の個性的な声の掛け合いが見事に融合していた。この瞬間、 彼らは完全にラッパーとしての存在感を発揮し、ギアを一気に上げたように見えた。その後、ボンウェイと続く流れはスムーズでありながらも力強く、観客に新たな快感を提供した。そして、GO の再演では、3人のラップがさらに強烈に響き、まるでステージ上で異なる文化や価値観が衝突し、融合していくかのようだった。彼らのパフォーマンスは、 サマーソニックということなる音楽ジャンルが交差する場において、確実に新しい価値を生み出していた。最後に披露された新曲、INZM は、これまでのナンバーアンダーラインアイとは一味違った挑戦的な楽曲であった。ギターリフト TR808 ベースが効いたエレクトロファンクは刺激的で、観客の心をつかんだ。そのキャッチーなフレーズは、一度聴けば頭から離れないほどで、 観客がライブ後にも口ずさむほどのインパクトを残した。この新曲で彼らが示したのは、ポップスの枠を超えた音楽的実験であり、それが多くの観客を巻き込む力を持っているということだ。アイドルとヒップホップ、RB など、異なるジャンルの要素を大胆に融合させながらも、彼らの音楽は依然としてポップであり、その可能性を広げ続けている。今回のサマーソニックでのパフォーマンスを通じて、 ナンバーアンダーラインアイは音楽の枠を超えた新しい文化を作り出していることが明らかになった。彼らは、アイドルファンやロックファンといった異なるカルチャーの衝突を乗り越え、新しい価値を生み出している。アイドルとしての自らの役割を果たしつつ、ヒップホップの世界に踏み込んでいる彼らは、まさにアイドルの枠を超えた存在へと進化しているのだ。この進化は、ファンにとっても時に混乱を招くかもしれない。 アイドルがヒップホップを演奏するという構図に違和感を覚える人もいるだろうしヒップホップファンからの批判もあるかもしれないそれでもナンバーアンダーライン愛はそのリスクを承知の上で自らの音楽を追求し続けている彼らが文化を混ぜ合わせその結果何が生まれるのかはまだわからないしかし確かなことは彼らが今言っていることは大規模な音楽的実験であり その結果がこれからの音楽シーンに大きな影響を与える可能性を秘めているということだ。マゼルな危険、マゼロと岸優太がラップしたように、ナンバーアンダーライン愛は異なる文化を大胆に混ぜ合わせ、新しい音楽の地平を切り開いている。その過程で、彼らが生み出す文化は、今後もさらに進化し続けるだろう。イッナッツ・マッツッマッツの跳ねるフレーズは、一度聞いただけで頭にこびりつくほど超キャッチーである。 途中で曲調が変わってテンポが下がり、かと思えばデジタルハードコアなサウンドと共に高速化する。ポップスの範疇から考えると曲全体の構造は複雑、そしてサウンドもハードでエッジが立っているにもかかわらず、それでいて耳への残り方は最高度にポップ。ライブが終わった後に横を歩いていた女性二人が、イナッツマッツマットと口ずさんでいて、その浸透度の高さに驚く。ライブ一回で、 この曲は多くの人が分有するもの、異なる人々をつなぐ回路という意味でのポップになってしまった。今回のサマーソニックは、今まで以上に異なるカルチャーの磁場が一堂に集まる場となっていた。アイドルファンとロックファンの衝突を嘆く声もあり、アイドルと他のアーティストは住み分けすべしという声もあった、そんな簡単に線引きできるものかは疑問だが。しかし、異なるカルチャーの磁場が衝突する中で、 新しい価値が生ままれるることもまた事実であるそれぞれが守られた環境で違う世界の人間は隔離し合ってという方針では生まれないものがあるそのことを象徴的に示したのがナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスではなかったか今回の彼らのライブはよりヒップホップを意識させるものがあった楽曲自体もそうだがそれ以上に3人のステージングや声のバイブスからヒップホップマインドが伝わってきた 同時に、やはり彼らはアイドルであり、自らの役割を12分に果たしていた。この二重性に、混乱を覚える観客も出てくるだろう。アイドルの世界から出てきた人間がヒップホップを感じさせる音楽を鳴らすことは、双方のファンからそっぽを向かれる可能性がある。理想的なアイドル像にそぐわない姿に失望する人も、フェイクの珍妙なヒップホップとして嘲笑する人も、出てくるかもしれない。 そのリスクを抱えながら、ナンバーアンダーライン愛は先に進んでいる。できる限り、自らのやりたいようにやっている。その中で、多くの変化が起きるはずだ。今の彼らにしか生み出せない文化が、確実にある。